皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売しておりますガールガンレディチェンジガールガンバージョンアルファタンゴになります。ガールガンレディ最後のキーアイテムってとこでしょうか。チェンジガールガンいよいよ発売となりました。で今両脇に置いてありますけども、今回のこのチェンジガールガン単体で遊ぶこともできますけども、レディーコマンダーアリス、アタックガールガン、アルファタンゴバージョン、そしてこちらのブラストガールガンアルファタンゴバージョン、これらと今回のチェンジガールガンバージョンアルファタンゴを合わせたこちらですね。ここにフルアームドプラモードガールガンと書かれてますけども、えらいごっつい順位合体させることができます。でチェンジガールガン本体はこんな感じのデザインですね。今回も無敵女子というシールが貼られております。じゃあ早速パッケージなんですけども、個人的なイメージではアタックガールガンと同じような銃のサイズにドラマ本編では見れたので、ボックスの大きさもそのぐらいかと思ったんですが、これがブラストガールガンと同じこの正面の面積をしております。厚みは3分の2ぐらいなんですけれども、で手前がこんな感じになっておりまして、まあ、これもニッパー1つで組み立てられますよとか、でカートリッジが3本付属して本体にセットが可能とか、でここで思わせぶりのドラマのシーンのワンショットがあったり、でさらにここですね、特殊カートリッジの装填ができると書かれております。でもここちょっとネタバレになってる気もするんですが、ここにガールアーマーを展開してということで、ドラマの中でもどこにあるんだって探してたガールアーマー、チェンジガールガンの一部だったんですね。でこんな風にアリスに装着させることができます。で別売りのレディーコマンダーアリスを登場させることができるとかも書いてあります。で側面がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら、チェンジガールガンアルファタンゴの説明と、まあなんといってもこれですよね、レディーコマンダーアリスも含みますと4体合体ってとこでしょうか。まだドラマ本編で出てないので、これ多分最終話の一番盛り上がるところできっとこれが出てくれることでしょう。でドラマの説明と注意書きがちょこっと書いてあります。では中身の方もご紹介していきたいと思います。前までちらっとキットの量は見たんですが、箱がでかいだけでそうむちゃくちゃ分量が多いというわけでもなかったので、作成は意外と手軽かもしれないですね。まずはこちら、いきなりですけども、ここにシャフトとかスプリング入ってます。でこれはテトロンシールですね。でこちらが他のキットもついてました、まあ通常カートリッジってとこでしょうか。そんなパーツがあります。でこれがグリップ部分と、これがメインフレームですかね。結構でっかいですね。で次にこちらが今回のキットのメインカラーというのが差し色のオレンジ、結構鮮やかな色してますね。でここに特殊カートリッジの外装部分があります。で反対側がなんか長いシャフトの部分とか、ここにも結構1個のパーツが思ってるでかいですね、こうやって見ると。でこちらが銃口の部分とか、反対側もこれガールアーマーのパーツですね、これはきっと。で最後こちらが専用の台座の部分とカラー再現っぽい赤いパーツが少々あります。キットとしては以上ですね。一個一個のパーツがでかいので体積はそこそこありましたが、ブラストガールガンと違って片手持ちの銃なので、ボリュームとしては作りやすい、ちょうどいい感じ、そんな感じがしております。でこちらが作り方の説明書、ガールガンレディチェンジガールガンバージョンアルファタンゴ。もうここの写真の女の子が冬美になってますね。でこちらに変わりゆく戦況ということで、現時点でのアルファタンゴのメンバーのことが書かれております。で中の方に参りまして、横に長い説明書、まずは注意書きがちょこっとありまして、パーツリスト、このリストで見るとそんなに多くないなって気もしますし、余剰パーツもちょこっとあるっぽいんですよね。でここから組み立てが開始します。ここ作ってるのがこのテクニカルグリップの部分なんですが、ここの中に今回もこのトリガー入れた時にカチカチと音が鳴るギミックがあるんですけども、過去に作ったアタックガールガンとかブラストガールガン、ものによっては干渉し合って音が鳴りにくいところがあったので、ここはちょっと丁寧に作ってみたいですね。で次のページで作成していくこのでっかいフレームの部分がこちら、メインスライドガンフレーム。で次こちらですね、こんなシールドっぽいものとか、なんか頭つけるそうなものを作っていって取り付けるのがガールアーマーも堂々と書かれております。で次のところで側の部分とかくっつけて、この19番でチェンジガールガンの本体完成ですね。でここの下に特殊カートリッジの作り方が書いてあって、この射撃弾の切り替えについて書かれております。で内側のカラーのページに参りまして、特殊カートリッジの装填と取り外しの方法で特殊カートリッジの説明があります。で次に台座の作り方と立たせ方で、ここからプラモードですね。これ単体の状態でもこんな感じでアリスが乗せることができますし、ガールアーマー部分を取り外してアリスに装着、そしてここからメインと思いますフルアームドプラモードのやり方ですね。ブラストガールガンの部分を伸ばして、そこにチェンジガールガンを接続、そしてこの軸の部分にアタックガールガンをくっつけて、ガールアーマーを装着させたアリスを登場させて完成で、
台座についてはチェンジガルガンとブラストガルガン両方の台座を連結させて使うみたいですね。この絵面とかもかなりのボリュームとか迫力ですよね。で、最後のページがこちら。秘められた標準装備とか模型店 FFF の謎、結局あの店長が何者なのかっていうのは最初は明らかになるんでしょうか。で、フルアームドプラモードガルガンの説明があって、下がマーキングガイドとなっております。説明書は以上こんな感じになります。では早速作成して、チェンジガルガン、プラモード、フルアームドプラモードガルガン、ざっと一気にご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。ちなみに左側におりますアリスはガルアーマー状態の時に使用しますので、今控えてもらっております。ではチェンジガルガンの付属品の方を先にご紹介してまいります。まずはこちらカートリッジですね。他のアタックガルガンと同じく3つ付属します。1個後で装填状態をご紹介しますので残しておきます。次にこちらが特殊カートリッジですね。最初見た時にグレネードガンの弾かと思ったんですけど、ちょっと違いましたね。ここの部分の窓のところからどんな効果があるかっていうのは分かりまして、で、ここの赤いボタンですね。ここを押すために変わります。今このメガホンみたいなやつが空砲、音だけのやつですね。で、一回押しますと、こんな感じで表示が切り替わって、こちらが閃光弾。次にもう一回押しますと、これが爆弾。本編の方ではパイナップルみたいな絵っていう風に紹介されてましたね。で、もう一個押しますと、これまだ本編出てないんですけれども、こちらがアームドスイッチってことみたいですね。要はこの状態にするとフルアームドプラモードガルガンになるという時の専用のスイッチですね。で、大きさはまあおっさんの手に比べるとちょっと小さめなんですけども、こんな感じで持って、ちょうどこのお相談の硬さもちょうどいいので、こう何回か押してみて遊んでみてもいいんじゃないでしょうか。スタッフさんのブログでもなんかこのボタンを押すところで思わせぶりな記事が書いてあったんですけども、個人的にこういったボタンで手に持ってこう押してなるとフォーゼのラストワン、あんな状態を想像します。で、まあこれせっかくなので後で装填するとき使いますけども、このアームドスイッチの状態にしておきます。次にスタンドですけれども、今こちら下刺さってますが、こちらなんですが、ちょっと違って見えるかもしれませんが、この軸の刺さっている場所が違うだけであって、他のガールガンについていたものと全く同じものです。まあこれ後で使用しますので一旦これに置いときまして、こちらが本体のチェンジガールガンですね。一個一個のパーツが結構でかいせいもありまして、まああのボックスの大きさになったのかなって気もします。ではまずこの銃の状態でいろいろギミックの方をご紹介してまいりますが、まずはカートリッジですね。このグリップのとこ刺すっていうのは他のアタックガルガンと同じなんですけども、ここの部分網々になってて向こうが透けて見えるようになっております。ですのでカートリッジを入れましても、このカートリッジが見えるんですよ、中に入っているのが。で、また後でこれスタンドを刺すときに邪魔になりますので外しておきます。で、ここの部分にトリガーがありまして、引っ張りますと一応鳴りはするんですけども、パーツがでかいせいもありまして結構このくぐもった音になっちゃいますね。で、特殊カートリッジの装填方法ですけれども、ここの部分にはストッパーがありまして、前に押しながらこのオレンジ部分を全体的に左にスライドさせますと、ガバッとここの部分が開きます。ここにこの特殊カートリッジをこんな感じで入れるわけですね。で、これきっちりはまるんですけど、取り出すときにはここの部分のボタン、反対側と形状同じなんですけど、ここの部分を押しますとこんな感じでちょっと出てきますので、こうするとカートリッジが簡単に取り出せるようになっております。まあこれはこのまま中に入れときますけれども、そしてこれを後ろにスライドさせて特殊カートリッジの装填完了になります。で、今回のこのキットなんですけれども、やはり素組みの状態のままだとさっぱりしすぎだったので、若干こう墨入れだけはさせていただきました。で、こちら側の方には無敵女子のシールがありますし、反対側はこんな感じで、まあシールとか特に目立つものはないんですけれども、墨入れプラス、まあこういったところのカラーは全てシールですね。正面から見るとこんな感じになってまして、結構ごっつい重厚になっております。
ではこの状態で次にアリスが登場したこのチェンジガールガンにおけるプラモードの方をやっていきたいと思います。このスタンドの方に一旦この刺した状態からやらさせていただきますけれども、まずここの部分ですね、この後ろの部分を下に倒しまして、ここの両側を展開させて、これがまあステップ上ではあるんですけれども、乗せるというよりも他のアタックガルガンに乗った時と同じくかかとの部分を差し込むというピンになります。でここの部分ですね、ここにそれぞれ手に持たすグリップがあるんですけれども、ここの隙間が少なくてこのままでは手首パーツが通らないので、一旦この前の部分外して上にこんな感じで上げておきます。こうすることによって手首が通るわけですね。これアリスの手首を通した後でまた下を下ろしますので、一旦この上げた状態のままにしてこれに置いておきます。でアリスの方をプラモードにしていきます。フード部分を下ろして後頭部をまっすぐ伸ばして、でここから軸を出します。でこの軸につきましては、専用のスタンドを刺すこの縦長の穴のところ、ここに先端を持ってきて、ここで差し込んでこのスコープ部分を支えるという感じですね。あとはちょっと足を中腰な感じに曲げておいて、で腕を前に出して手首の甲の向きを変えておきます。こんな感じですね。でまずここの後ろのこのステップ部分、ちょっとカメラ下向けた方が分かりやすいですね。ここのステップ部分の両側からこのかかとの穴の部分、ここをこんな感じでそれぞれ左右の足を差し込んでおきます。でこの手首の部分ですね、このグリップのところに手首をそれぞれ左右両方の手首を通して、でこのアームの部分を下げると、てかこんな感じで前に下がっていくわけですね。でここの部分ピンがありますので、ここにまた元あった場所に戻して、腰の位置とか膝の位置とかを調整してあげれば、これでチェンジガールガンプラモードの完成になります。おそらく残り1話ですので、ドラマ本編でこの状態のプラモードが出るってことはちょっと考えにくいんですけれども、ちゃんとチェンジガールガン単独でもプラモードがあるっていうのがなんか嬉しいですよね。乗り方も他のアタックガールガンと違う専用の乗り方なので、これはこれで飾り映えがいいんじゃないでしょうか。ぐるっと改めまして一周こんな感じですね。では元に戻しつつ、次にガールアーマーの方やっていきたいと思います。でガールアーマーにつきましては、使用するのはここの部分だけなんですね。これ今中刺さってますけども、これ引っ張り出しますとこんなのが出てきます。ちなみにアリスは今このバイザーを避けただけの状態にしてあります。でこれを分解してガールアーマーとしてアリスに装備させます。まず前の部分、この部分を外しまして、このアンテナ部分ですね、これを少し左右にこんな感じに展開しておきます。これは頭部にくっつくんで最後にしておきます。で残り物なんですけど、真ん中に軸がありまして、その左右の部分、このアーマー部分をそれぞれ左右外しておきます。真ん中のこの軸については余剰パーツになります。でこれやっていきますけども、中にこんな感じでピンが刺さってるんですけども、これを一回外しまして、で向きを変えてこんな感じで刺し直して、ちょうどここに腕をコントロールためのクリップ状にするわけですね。で上側が外に展開できますので、外に向けておきます。この状態でこのアリスのこのペイロールのところですね、ここにパチッとはめておきます。反対側の腕も同様につけますとこんな感じになります。で最後にここのバイザー部分に、先ほど外しておきましたこのパーツを正面からここの部分に合わせてカポッとはめて、これでガールアーマー装着したアリス状態の完成というか、まあ合体完了って感じですかね。本編の中でもちらっとしかこの状態はまだ現時点は出てないんですけれども、この頭部が物ごっつい物合いみたいになって、両腕にこんなごっついシールドがついて、ついてるパーツの総量というか数は少ないんですけれども、かなりいかつい感じですよね。これはこれでなかなかかっこいいんじゃないでしょうか。多分これは最終あたりで出てきそうな気がするんですよね。ではまたこれを元に戻しておきまして、いよいよ最後のフルアームドプラモードガルガンの方やっていきたいと思います。てなわけで今画面に映ってますのがフルアームドプラモードガルガンで使用する全てのキットになります。アリスにつきましてはこのガールアーマーの状態で乗るって感じですね。では説明書の手順にのっとってその取るの順番でやっていきますけども、ちょっとアリスには一旦脇に履けておいていただきまして、でブラストガールガンとチェンジガールガンのこのスタンドですね、これにつきましては一部組み替えることによってフルアームドプラモードガールガン専用の台座になるんですけれども、そこの組み替えについてはがっつり省略させていただきます。ではまずこちらの台座の方も外しておきまして、でこちらも同じように台座を外して、でこの状態からやっていきたいと思います。まずこのチェンジガルガンの方なんですけれども、ここの部分ですね、アームの部分を左右外して、ちょっとこんな感じで
上に上げておきます。で、ここのプラモードのステップを展開した部分、ここだけ起こしておきます。ここさえ分けないですね。で、この状態でここの穴のところに、このブラストガルガンのこの下の黒いパーツのところ、ここに差し込んで、こんな感じで接続。で、先ほど上げておいたこのアームですね、下げていきますと、ちょうどここのピンの穴のところに合いますので、ここまで下ろして接続。反対側も同じように、アームを下ろして、ここの部分で接続。で、ここから先のアタックガルガンの接続方法は、前回ブラストガルガンの時にご紹介した方法と同じなんですけども、ここのストック部分を伸ばして、上側を展開。で、ここ隙間きますんで、戻してくっつけておきます。で、ここのクリップ部分を起こすと上の軸が上がりますので、目いっぱい起こしつつ、ここの軸のところに収納状態にしたアタックガルガンのグリップ部分を差し込みつつ、ここの部分でカチッとはめておきます。そうしたら、ここのステップ部分、まあ今見えてる側だけありますけども、こちらを起こして、で、このグリップ部分を左右に展開。で、ここの部分にアリスが乗ってもらうんですけれども、アリスにつきましては、乗り方そのものはブラストガルガンの時と全く同じなので、なんとなくのポージングに今ささっと書いておきます。まあ多分こんな感じできっと乗れるでしょう。で、このアリスをここの部分に乗せて、かかとの部分の穴をここのペダルのところに合わせて差し込んでおいて、で、反対側見えてませんけども、反対側もきちんとこのかかとの部分を差してあります。で、このハンドパーツをこのグリップ部分に通して、反対側の腕も同様ですね。この映ってますかね、ここの部分でハンドパーツを通して、こんな感じで両腕でグリップを持たしたら、これでフルアームドプラモードガルガンの完成になります。ちょっとでかすぎて画面全然入ってないですけども、すんごい大きさになりますよね。前回ブラストガルガンの時もかなりの大きさだったんですけども、普通にここに丸ごとチェンジガルガンがくっつきましたので、まあ、イメージとしてはここの部分とこの部分で、こんな感じで両手持ちにするって感じじゃないでしょうか。でかいですよね、これも。おっさんが持っても十分入るぐらいの大きさですし、まあやはり両腕と両足でアリスがきっちりホールドされてますので、この状態でこんな感じで両方ともトリガーが引けますけども、ブントでやっても落ちてこないっていうのもいいですよね。で、この状態のフルアームドプラモードガルガンを立たせるためのスタンドなんですけども、それに乗せますと、こんな感じのスタンドになります。ちょっとわかりにくいとは思うんですけども、こちら側がチェンジガルガンについてた台座。で、これがブラストガルガンについてた台座ですね。で、ここの部分だけで全体をバランスよく支えるわけではなくって、実はこちらのストック部分ですね。ここの部分を地面についた状態で支えるということになりますので、先ほどターンテーブルの状態ではこんなデカさのまま乗せれるターンテーブル持ってないので、かなり自己流のバランスの悪い乗せ方になってしまいましたけれども、この状態で飾るとなるとかなりのスペースを要します。まあ、それはそれとしまして、アリス、アタックガルガン、ブラストガルガン、チェンジガルガン、この4つが全て合体したこの最終兵器とも言うべきこの形態、でかすぎてカメラに収めきれてなくて申し訳ないんですけれども、かなりの迫力ですし、いかにプラキットとはいえここまで合体するとかなりのいい感じの重さになるので、持った時の満足感も一段と大きくなりましたね。かなり画面が窮屈になってしまいましたけれども、ガルガンレディ、チェンジガルガンとそれを使用しました一連の合体はこんな感じでした。というわけで今回はチェンジガルガンバージョンアルファタンクをご紹介させていただきました。フルアームドプラモードガルガンのあの巨大さに目が光りがちではあるんですが、チェンジガルガン単体でもかなりプレイバリューのあるキットでしたね。通常のカートリッジだけではなくって、例の特殊カートリッジ、バネ仕掛けのギミックが組み込まれていて、押すたんびに窓のところの表示が変わる。あれもポチポチ押してても楽しいですし、レディーコマンダーについてはアリス以外の、例えばデイジーとかシャーロットでもガールアーマーを装着することができますので、アリスじゃなくて他のレディーコマンダーだけ持ってるんだよなーっていう方でも、ガールアーマーの装着状態が再現できますので、そちらの方に装着して遊んでもいいですし、まあそうは言いましてもやはりフルアームドプラモードガールガン、あれはぜひご自身の手で組み上げて、一回は手にしてほしい、そんな風に思える大迫力のキットでしたね。まあさすがにあの状態で飾っておくっていうのは場所取って仕方がないので、一時的な分度度っていうところに限られてくるかもしれないんですけれども、物がでかすぎたのでこの動画の中では全てを十分にお伝えはできてないんですけれども、あれは一見の価値、一回はやってみる価値がある、そんな気がしております。ドラマのガルガンレディも残すところあと1話、フルアームドプラモードガルガンがどんな形で登場するのか結構楽しみにしております。ガルガンレディがお好きな方、単体でも十分に遊べる上に他のガンと組み合わせて巨大な銃の状態に合体できる、そんなキットがお好きな方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。
というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。